はい、どうもみなさん、セクシーぷりぽこです。どう、大丈夫かな、小さいかな。はい、ということでね、やっぱ大きいかな。まあいいや、俺が声張ればいいんだ。はい、ということでね、ぷりぽこは語りたいのコーナーです。イエイ。はい、唐突に始まりましたこのコーナー。はい、ただ単に俺が語りたいだけです。まあ何を語るかっていうと、特に話題はない、本当ダラダラ喋りたくて動画撮ってるだけです。はい、ほんとクソつまんない動画になりますがね、暇な方はね、またなんか夜寝れねえなーって方はぜひぜひこれを聞きながらね、まあ暇つぶしてください。まあほんと動画撮るの久々ですね。2週間前にあげたダイナモベッチの動画以来ですけど、あれも撮ったのが多分ベッチ出てすぐぐらいだったから、本当に1ヶ月ぶりぐらいなのかな、撮影するのは。ドラクエなんてもっともっとほんとドレアショー以来じゃないよ。本当ね、ドラクエもインできてないんですよね。ちょっと忙しくてね、本当に動画作りがね、ちょっとおろそかになってる とこなんですけども、はい、本当ね忙しい。やっぱね、学生って忙しいんですよ。何言ってんだこいつって思うかもしれないですけどね、本当に忙しいです。学校のことでいろいろ仕事を任されたりね、部活でいろいろねやったり、習い事行って勉強してって、まあ忙しいわけですよ。そのね、曖昧な時間を縫って今動画撮ってるだけなんですけど、とにかく時間がない、休みが欲しい。もう夏休み帰ってきたもんかなっていうぐらい本当に休みがない。ああ、本当もうちょっとしたらまたね、テスト近くなって勉強しないけんしね、本当に大変っすよ。はい、ただそれを言いたいだけ、俺は忙しいんだってことを言いたいだけ、本当にただ忙しいアピールをしたいわけなのかな、そうなんのかな。まあほんとね、動画待ってる方ほんとすいません。ドラクエのフレンドの方はわかると思うんですけど、ほんとにイン率が低い、ほんとに2週間に1回ぐらいのペースでほんとに今インしてるんで、ドラクエも全然できないし、ほんとスプラトゥーンでさえなかなかできてない状況で、前回のトリックオアトリートのフェスでもやり逃して、まあ投票だけ投票して結局はまあ参加できずって形になって、ほんとにもう申し訳ないっす。フェスもほんと2回分ぐらいサボって出るのかな、動画撮影だけで言ったらかもしれないね。ちょっと今度またフェスが近いんでね、ポッキー vs 細いポッキーがあるんでね、それをちゃんとね動画撮っていかないとまずいなってちょっと思ってるんでね、まあその辺はご期待ください。でまたドレアショーもやろうと思ってるんですけど、なかなか日程が合わなくてね、本当にこれが困ったことでね。まあそもそも私のイン率が低いっていうのもあるんですけども、まあみんな忙しいっすね。俺もっすけど、はい、忙しいんでね、また人が集まり次第ドレアショーやろうと思ってるんでね、本当に僕のフレンドじゃない方もたくさん集まっていただいてるんでね、本当にこれ見てる方ぜひぜひ参加してください。本当にね、あとスプラトゥーンもね、結構プライベートマッチでなんかイベント開いたりしようとか考えてたんですけども、まあ僕スプラトゥーンに関しては結構ノラで生きてきたんで、どうしても友達がいない、はい、友達がいないんでね、何回かツイッターで募集したんですよね。ちょっとプライベートマッチするから参加しねえかみたいな、ちょっとやったんですけど、見事に誰も来ない。ほんと人脈がないっすよ、スプラトゥーンは。ドラクエで何人かスプラトゥーンやってるよって方はいるんですけどね、まあその方はぜひぜひね、ツイッターからフレンドコード載せてるんで、ぜひぜひフレンドになってください。まあそうですね、スプラトゥーンもできればイベント開いていきたいと思ってるんですけど、なかなか厳しいですね。あとね、ガルパンがね、夏にやったっきりであれから一切触れてないっていうね、本当にあれただただ自己満で撮っただけなんでね、本当にガルパンに関しては本当なんか最近ガルパンハマってるんですよね。いやーもう本当動画撮らなきゃな、本当に全然撮れてないんでね。だってドラクエ10とか本当にねえ、1ヶ月ぐらい本当にログインはしてるんだけど、冒険をしてない。なんていうかな、インしてダラダラ喋るのが、で喋っても大体1時間ぐらいなんで、本当にコンテンツがどれだけ済んでるかっていうのも全然把握してないしな。スプラトゥーンとかね、本当気づいたらトリックオアトリート終わってたし、びっくりしましたよ。 YouTube ぼーっと見って、あ、フェス終わってんじゃん、やべえと思いながらね。 Twitter の方もね、見てる方はどれぐらいいるかわかんないですけどね、そうツイッター一応プリポコやってるんですけども、全然誰も見てくれないんだよね、本当に。まあリンクにね貼ってるんで、ぜひぜひお願いします、フォローね。
たまーにね、どうでもいいことをぼやっとつぶやいたりするんですけど、まあ反応来ないね。まあ宣伝の仕方が悪いんでしょう。あと俺がただ単にツイッターログインしてないっていうのもありますけども、まあまあそれはね、おいおいやっていきますよ。つかね、ドラクエマスプラ2も正直ネタ切れがねそこなんだよね。動画よし撮ろうってことがなかなか最近モチベーションがねダメなんですよ。モチベーションが本当に気持ちの問題っすね、飯田先輩。ちょっとなんか顔がYouTube 盛り上がってるんですけどね、なかなか俺はなんか気持ちが入らない。俺が見てる YouTuber さんなんて1日2本動画投稿して、サブチャンも投稿してって、うわすっげえなーって思いながら見てるんですけど、俺なんてもう1ヶ月に1本のペースですよ最近。本当に3週間かな、2週間に1本のペースです本当に。最近はもう本当ダメだ。ちょくちょくね、最近ちょっと増えたんですよ、登録者とか見てくれる方がね。増えてるのにもかかわらず動画を作らないっていうね、本当にダメですわ。ちょっとね、よかったらね、YouTube のコメントとか Twitter でね、おい動画作れよプリポコーって言ってくれればね、作るんでね、できれば言ってほしいですね。ちょっともうね、はい、気持ちの問題です。どうしてもなんか気持ちがなーってとこなんですよね。まあ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 、本当に落ち着けばね、テストとか模試とかがね、落ち着けば動画撮ろうと思ってるので、その時はね、またぜひぜひよろしくお願いします。まあこの動画大きいね、どんどん動画撮っていけたらなーと思ってるんでね、まあ頑張っていきますよ。こんなプリポコですが、温かい目でね、暇つぶし、皆さんの暇つぶしになっていただければなと思ってるんでね、まあよろしくお願いします。ほんとね、クソだねこの動画ほんとクソ。俺がダラダラ喋るだけっていう、なかなかクソ回ですよ本当に。そうそう、そういえばさ、プリポコもね、実は10月7日ほんと1ヶ月前ぐらいですね、で2周年を行きました。2周年です。はい、気づけばもう僕も YouTube を始めて2周年行きました。動画の本数自体まだ100本ちょっとぐらいで全然少ないんですけども、まあ一応2周年ということでね、企画とかイベントしようと思ったんですけど、結局それもやれずってところです。はい、まあ僕はね、ひっそりとやってるんでね、まあそんぐらいがちょうどいいかなって感じで。いやーでも昔の動画見ると本当面白いですよ、今とは全然違ってね。本当に喋り方とか進め方とかね、あと動画もね、そうそう、昔はね直撮りだったからね、本当に画質悪かったし、超初期の頃なんてスマホで撮影してスマホで編集してたぐらいだからな、本当もう見てて笑いますよまあこんな僕でも今登録者100人ちょっといますけどね、見てくれてる方がまだまだ少ないんでね、まあまあでもその数少ないねリスナーさんに見てもらえて本当ありがたい限りです。本当にもう8分ぐらい喋ってんのかじゃあこのままダラダラ喋ってもあれなんでね、また何かあったらぜひぜひここにコメントお願いします。いろんなことね、感想だったり質問だったりリクエストだったり、ほんと何でもいいんです。皆さんのコメントが本当に励みになるんでね、やっぱコメント見るとよっしゃ動画作ってやるぜってなるんでね、本当によかったらコメントぜひぜひお願いします。高評価もまあ気が向けばね、よろしく。はい、もうね喋ることあんまないんで終わりますか。まあ僕は一応こうやってね元気にやってるんでね、そんな心配しないでください。まあたまに声かけてくれると嬉しいかなっては思いますけど、まあね頑張っていきます。それではね、これからもねプリポコのチャンネルをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。